アメリカ政府が在米中国人に大きな影響を与える新たな決定を発表しました。国土安全保障省参加の市民権移民局は新しい政策ガイダンスに基づき中国共産党党員のアメリカ移住を禁止すると発表しました。市民権移民局が10月2日に発表した政策ガイダンスによると共産党とその関連組織 およびその他の付属組織のメンバーは、例外的な場合を除き、アメリカへの移住やグリーンカードの申請を禁止されることになります。政策ガイダンスには、中国共産党党員の身分と、アメリカの国籍をもらう際に行う宣誓の内容と相入れないからだと記されています。アメリカの移民法では、共産党党員の移民申請を拒否すると定められていますが、 これまでは緩い政策を実施していました。しかし、中共の自国民への弾圧や、外国への浸透や拡張などの一連の悪行が暴かれるにつれ、トランプ政府は対中政策を転換しました。移民関連の弁護士、テイ・ソン・中氏は、これは市民権移民局が今後、移民ビザ申請の取り扱いをより厳しくすることを示しているとツイートしています。 9月には中共党員であることが原因で入国時に強制送還されるケースが発生しています。当事者はアメリカ市民の直系親族で移民ビザが拒否されたため観光ビザで入国しましたが入国審査で拒否されました。その場で中国に送還されただけでなく10年間有効のビザも取り消されました。当時、テイソン中氏はこの件をツイートし、 一刻も早く共産党から脱退するようにと進言していました。テイ・ソン・チュ氏はこの事件はアメリカが中共党員の入国禁止政策を実施し始めたことを示すものであると考えています。中共党員は移民、親族訪問、観光にかかわらず、空港で強制送還されるリスクに直面する可能性があります。テイ・ソン・チュ氏は中共党員の身分では、 アメリカに移住できないため、在米留学生には中共のすべての組織から脱退することを進めています。共産党脱退は、脱党支援センターまたは脱党サイトを通して行うことができ、発行された脱退証明書はビザ申請時にアメリカ政府に提出することができます。全世界脱党支援センターの責任者によると、 世界中で反共産党の風潮が高まるにつれ、中共からの脱退を宣言し、脱退証明書を申請する中国人も増え続けています。NTD ジャパンがお伝えしました。